キチャンネル。じゃん。こんにちは。答えは1年後、10億円チーム。イエーイ。うわー、勝負の時が来ましたか。そうそう、また。今2連覇中だからね。はい。いや、2連覇すると、負けられないっていう気持ちが芽生えてくるんですよ。大丈夫よ、どうせ1年後だから。そうですね。いい人選ばなきゃってなってくるんですよ。1年後なのよ。はい、答えは。そうですね。うん、そういった意味でも、はい、今日はですね、だからまあね、初めて見る方はですね、はい、この企画は、はい、ザキヤマさん考案の予算10億円でチームを組んで1年後どれだけアップしたか、年俸がアップしたか、総額じゃなくてアップ率で、はい、アップ額でどっちが勝ったかっていうのを戦う、はい、ね、昨年もちょっとノンテンダーっていう新たな刺客にやられてですね、はい、あの負けたっていうのはありますけども、はい、今年は勝っていきたいですね。うん、そうですね、しっかり見てね、はい、そういった意味でも先発中継ぎ抑え、はい、キャッチャーファーストセカンドサードショートレフトセンターライト DH で、うん、12ポジションで、うん、はい、決めていきます、はい、予算10億円、はい、だから1ポジション単価は、まあ、8000万です、うん、はい、そうですね、約それをどう振り分けていくか、はい、これちょっと質問なんですけど、うん、主にこのポジションやってたけどこのポジションもやったことあるっていう選手をそのポジションに入れるのもありですよね。もちろんできればいいんですよね。守ったことないやつはダメだよ。はい、守ったことあればいいですね。いい、もちろん了解です。予算10億円だからね、ここが難しいのよ。そうなんですよ、うん、さあ、じゃあピッチャーを最後にしましょう。キャッチャーからいきますか、うん、キャッチャーからで、かぶった場合はじゃんけんですね。じゃんけんです、はい、うん、じゃあキャッチャー、はい、いきますよ、せーの、木下。ほらやっぱそうだよねこうなるんだよ、はあ、はい、いきましょう。欲しいよ、木下拓。欲しいの。欲しい。俺別に全然負けても大丈夫。え、本当ですか。俺はもう俺伊達に2年連続全チーム見てない、はい、来てないから、そうです、ね、俺選手全員分かってるよ。じゃあ私のタクで。だからじゃあ一応じゃんけん。そうですね、うん、で別に負けても大丈夫俺は。最初はグーじゃんけん、勝ったー、イエーイ。じゃあ里崎は坂倉で、はい、私も2番手坂倉さんですだから困らないでよ、はい、そうですね、そうそう、ちょっとお金借りていかなきゃいけないからね。そうですね、うん、いくらかだってこれ途中で取れなくなる可能性もあるから、はい、年俸が変わってくるからね。はい、5000万。木下選手は4800万です、うん、でほぼほぼ一緒の相場感だからね、はい、だから困んないんだ。確かに確かにそうですね、うん、次ファースト、ファースト、はい、せーの、村上。村上選手欲しいよ去年じゃんけん負けたんですよ村上選手、うんうん、いける、いける。最初はグー、ドキ、ほい、ガーじゃあちょっと待って、ファーストなんかちょっと今日じゃんけん強いな、うん、いいね、やった。まあ、今日私の気合の入り方違うんで。え、そうなの。3連覇に向け、うん、オッケー、じゃあ俺で、ね、はい、岡本。ああ、いいっすね。でもちょっと3億円だからね。はい、高いですけど、ここはね、ちょっと高いね。私もじゃあセカンド、うん、またかぶりそうな気がするな。いくよ、せーの、友崎。おお、誰。牧選手。おお、俺は、ね、友崎かぶらなかった。リベンジですね。ん、友崎選手リベンジ。いや下がったからね。はい、下がったってことは元に戻るから。そうですね、そっか、うん、牧選手は上がるだろうと、また上がり続けるだろうと。はい、サード。はい、いいですか。はい、です。せーの、林。あー、林。ここでここで来ました。何が。林選手いいです、いいです。はい、私栗原選手です。私も俺は当初の予定だと木下、ファースト坂倉、サード村上だったのよ。あー、ショート。ショート、せーの、中野。まあそうきますよね。でも俺は別にどっちにしようかなーで中野にしただけだから。いや私もいいんですよ、うん、別に。いくよ、はい、最初はグッチョキ。今まだどうしようかな、あと2人いるので。俺中野を選んだのは多分盗塁王を取るだろうっていう、はい、あ、それで年俸が上がるっていう。その打撃不調でも足があるから、うん、だから中野にしようかなっていう。3-7。どっちにしようかな、どっちにしようかな。
もう次が本当に2人の2択なんですよ。じゃあ私2年連続紅林選手で。おお。今年も活躍してくれる。じゃあ行きますか。レフト。はい。せーの。佐野。あ、俺も佐野だった。ユウト忘れてた。こう書いてる。書いてる。書いてます。なんで今止まったんですか。え、違うこと考えてて。はい。あの、取れなかったら誰にしようかなと思ってた時に、違うやつの名前言いそうになったのよ。佐野選手ですか、はい、はい、じゃあじゃんけんしましょう。最初はグッ、じゃけ、ふい。佐野さんどうしたんですか。いや、やっぱり今回はね、でも外野は大丈夫。大丈夫ですか、うん、はい、いっぱいいますからね。いっぱい持ってるから、はい、よし、じゃあ俺レフトはね、西川へ。はい、よし。さあ続いて、はい、センター。センター、せーの、近本。もう私はもう超応援枠なんで。辰巳、はい、まあ、今まで楽天いなかったからね。はい、じゃあいくよ、ライト。はい、せーの、サトテル。サトテルって言い方までかぶりましたね。でも外野はいっぱいいるんだよ。まあまあそうですよね、うん、俺もサトテル行かなくてももうあれだから。私も2番って迷ってるんですよ。そうなの、はい、じゃあサトテルくださいよ。ですよ、じゃあもうどうせ勝つでしょ。でもちょっと3回勝っちゃった。いきます。最初はグー、ジャキ、フッ。最初はグー、ジャキ、フッ。うぅぅぅ。最初はグー、ジャキ、フッ。なんで。いや、多分ね、どっちでもいい感があるからね。あ、そういう、そうですね。やっぱ必死さがないのよ。勝とうと思わないと勝てないんですか。必死さがない。はい。俺はもう杉本。はい。うん。7000万。はい。サトテル4200万です。今日だって俺、うん、絶対この選手欲しいって思ってる選手いないもん。よし、じゃあ、待って、 DH ですよね。私、うん、DH が結構今迷ってるんですよ。だからそこの多分ね、必死さが足りなすぎるね、俺は。私勝ちに行ってますからね。いや、待って、どうしよう。今6億、私今6億いくらでしょうか。6億3180万。で、これに200万円。あ、 OK、 できた。はい、はい、DH、 はい、せーの、塩見。あー、なるほど、塩見です。はい、ヤクルト。はい、私はまたリベンジで山川。はい、下がったので上がるだろうという感じで。塩見が、4500ぐらいでしたっけ。うん、4500ですね。山川選手が1億3000万。先発いくよ、はい、せーの、奥川。おー、そっち来ました。いや、私もその2択でした。私、佐藤さん、佐々木朗希って来るかと思いました。だって1年間投げれるかどうか分かんないから。まあそうですね、奥川は多分もう1年間投げれるから。投げれますよね、うん、あと打線の援護点がヤクルトの方が半端ないから。そっか、うん、まあいいです。私はもう佐々木朗希投手に期待してるんで。3000万。奥川がね、3700万だった。3600万かな。36。 OK、 リリーフ、うん、せーの、ムクノキ。おお、ルーキーの木で、はい、1600万。はい、確か、あの、新人候補だから。はい、そうなんですか、うん、俺の中でね。1億。はい、そこさえ、はい、せーの、栗林。はい、はい、これで負けたら、あの、予算オーバーだったので買いました。じゃあ、まあ俺はもう大丈夫なんだよ。なぜかっていうと、中継ぎで木の木取ってるから、あと予算俺1億1000万あんだよ。いくよ、最初はグッ、ジャッキ、フイ。おお、最初はグッ、ジャッキ、フイ。
俺はもうね、あれなんだよ。この後だって1億1000使えるでしょ。1億100万、うん、そうそうそう。でこれじゃああれするわ、杉浦、あ、日本ハム、よし、はい、さあということでね、はい、出来上がりました、ました、まあ、答えはね、1年後だから、はい、ちょっと5回じゃんけんして、うん、5回勝ったんで、うん、もう負けるわけにはいかないなって私は思ってますねえ、こんなじゃんけん勝つと思わなかったので、いいのよいいのよ、はい、多分俺誰でもいいと思ってるところがダメなんだよ。いや、私はもうこの人を絶対取りに行くっていう意識でやってるんでさあ、ということでね、はい、皆さんも一緒に考えてもらってですね、はい、うん、まあ、答えは1年後なんでね、はい、ぜひ1年後期待してください、はい、ということで